じゃあ、紀之さんの今後のその展望をお聞かせいただいてもいいですか？そうです。夏にエリアちょっと拡大させていただいている中で、まあ、しっかり基盤作って、売り上げ上げれるようにしていくっていうのが、まあ、目先の目標になります。うん、まあ、その後はね、いろんな事業のチャンス等々あれば、携わっていきたいと思ってるんですけど、まあ、今は、とりあえずの新しいエリア、もともとのその基盤の島田のエリアと、そっちのエリアが、まあ、しっかり機能する。うん、っていうのを、まあ、まずしっかりやっていきたいっていう感じですね。金沢のところのエリアを増やしたところを、うん、まあ、そこで売り上げをまた上げていって、金沢として売り上げを作っていくっていうところが目先の目標ということですね。なんか具体的なその金額でいうと6000万弱ってなってて、そうですね、やっぱ1億、やっぱ1億、まあ、そうですよね、まあ、月間で1000万上げれば1億2000万ですから、はい、でもそこまでいったら、まあ、正直僕までは反対かなじゃないですけど、うん、まあ、金沢のこの事業としてはもうそのまま、ね、引き継いで見てはいいかなと思います。なんか金沢のお仕事って、まあ、リペアもそうかもしれないですけど、襖障子網戸の張り替えって一回例えば襖張り替えるじゃないですか。来月張り替えることって多分絶対ないですよね、うん、ないですね。リピート来るのって多分1年後に来ることもそうそうないと思うんですよ ね。そうするとこう新規をこうずっと取っていくと、ある程度売り上げってこう高止まりしそうなイメージ持たれてる方って金沢に関しては多いと思うんですけど、うん、はいはい、あんまりそういうことはないんですか？ないですね。むしろ上がっていく。それは本当に多分考え方だけなので、人助社が言ってるフロント商材を基盤にリフォーム屋ですよっていうふうに結構言ってるわけじゃないですか、うんうん、ってことはそこから次の仕事って襖障子網戸でつけた信用がすぐちょっとこっちも見てもらえるとか、うん、で電話があるんですよ、うん、そこからすごくその幅は広がっていくので、うん、だから基本的には僕もそうなんです。仕事は断らないっていうのがもう大前提なので、どんなちっちゃな仕事でも受けて、それを忠実にこなしていくっていうね、うん、お客さんにそういう信用を得ていくっていう繰り返しの作業で、それが本当に大きなリフォームになってたりだとかっていうのはありますよね。まあ、むしろ襖障子網戸でもちろん入っていくんだけど、はい、そこからお客様とこう信頼をつかんで、ね、ありとあらゆる細かいことも断らずに対応することで、さらにこう売り上げが増えていくっていう、はい、そういうことなんですよね。それじゃ あの我々人助社が言ってることは間違いじゃないってことですね。間違いじゃないですね。それはもうごもっともだと思いますし、本当にだから1500円っていう仕出しを出している中で、当然やっぱ1500円でやってくれってお客さんもいるじゃないですか、はい、でもそういうお客さんを大事にするからこそ、僕もそうなんですけども、1500円でやったお客様の方がリフォームは大きい案件が来るんですよ、うん、そういう部分ではすごいなって思ってるし、これからもまだまだ金沢で拡大をしていって、ね、まあ、1億ぐらいを一つの目標にしていかれるっていうことなんですね。これは紀之さんだとよくわかると思うんですけど、まあ、いわゆる某フランチャイズに加盟をしてたわけですよね、はい、某フランチャイズで、はい、金沢にお兄さん加盟して、ね、うん、実際に紀之さんも加盟した中で、金沢屋のいいところって何ですか？ですね、まあ、某フランチャイズの場合の商材地は、商材というか、まあ、こうリペア直すものっていうのはもうそれに特定されてしまうんですよね、まあ、車だったら車っていうものにされるんですけども、金沢事業に関してはフロント商材、今お話ありました、まあ、網戸障子襖、まあ、ここからもちろん入ってはいくんですけども、今話してた通りお家全体にかかってくるお話だったり、ね、してくるので、その仕事の幅って言ってしまうともう運転の差がありますので、まあ、確かにその開業して1年目ですごいリフォームが取れるかって言ったら、僕も実際全然なかったです。張り替えばっかでしたし、今だって3年目になって数百万のリフォームとかっていうのがやっぱこう出始めているところですので、そんなすぐにすぐっていうわけではないんですけども、お客さんに尽くしていいものを提供させていただいたら、絶対お客さんも、まあ、ついてくれますし、まあね、こんな安いのっていう考え方は僕たち持ってませんので、なので僕は継続していくことにやっぱその意味があるのかなっていうのは思ってますので、対応できる幅が広いからこそお客様のご依頼も多くなってくるっていうことなんですよね。はい、多いですね、はい、これはそのリペアの会社さんで、うん、加盟店さん同士のこの横のつながりとかっていうのはありました？僕話したかったところだったんですけども、はい、加盟店のつながりっていうのはその、まあ、某リペアさんの場合はないんです、うん、まあ、ないというか、フランチャイズのお仕事ってエリア制で動いてますよね。
金沢の場合はその、まあ、自分のエリアっていうのがこうはっきり決められてまして、うん、ここをこうどこかの加盟さんが入ってきてとかってないんですけども、そのリペアしてた時っていうのは一つの言えばじゃあ市だとすると、まあ、静岡市の中に加盟店さんが3人4人いるんです。エリアが分かれてない状態で3人がこうお仕事を取り合うような形になってしまったりとか、やっぱりその僕があの入っていく時にはもう先輩加盟店さんがいる状態で、やっぱそこに入っていけるかっていうと、やっぱ技術ももちろん違うし、あのお客さん持ってる顧客数も全然違う中で入っていけれなかったんです。そう考えた場合にメリアがしっかりはっきり分かれてるこの金沢の方が仕事はやりやすかったですし、そうやってこうやり合うからこそメンターとお話し先ほどしてたんですけども、要は教えてくれないんです。その技術を守るというか、一つの市に共存してるからこそその自分の技術を他人には教えない。でいろんな情報が本当はあるのにそういう情報は隠す。なのでこの金沢事業みたいな横のつながりっていうのはほとんどない状態です、まあ、確かに市があったら何店舗まで作るよっていうのが決まってるんですよね。そうですね、大体静岡市だったら4店舗3店舗作りますよっていうのが決まってて、決められた数の方たちが好きなようにそのエリア内で営業するから。そうです。しかもあのリペアの場合って多分車のディーラーさんとかが主ですね。一般宅はほとんどないです。そうですよね、はい、そうするともうすでに付き合いがあったら B2B だから入れない。入れない。本当入れない。そういうことですよね。だからあえて技術を教えてみんなで高め合うっていうよりは、もう自分の技術があるのをあえて教えずにお客さんとの関係をそこで保っておきたいとか、そうです。そんな感じ。その通りです、ね、でもまあそれが当たり前だと思うんですけども、うん、あのまあ一つの会社だとしたら、うん、なのですごいやりにくい、うん、成功しづらい、うん、確かに競争原理でいうとね、そういうことですもんね、はい、金沢の場合はエリアがきちっと分かれてるからお客さんを取り合いになることってそうそうないですもんね、はいはいはい、っていうのがあるからお互い高め合っていこうぜっていう関係性になってるっていうことで、はい、まあ、そこ大きいかもしれないですね。もうかなり大きいですね。もう全然違うと思います。これ逆に言ったら他のフランチャイズで同じような効果があるかって言ったらないんじゃないかなっていう、今まで見てきて、そうですよね、はい、ちなみにあの本部が主催して加盟店さんたちが集まる場は定期的にありました？あ、一切ないです。エリア会議とか？あ、ないですよ。オーナー会みたいな、 全国のオーナーさん集めて会議しますとかっていうのも、あ、トップオーナーさん会議っていうのはあったのかもしれないですけども、うん、そのまあ、僕たちがこう一般加盟店みたいなところにはそういう情報は一切降りてこないです、うん、あ、じゃあもう本当にいざ始めたら、はい、周りの加盟店さんとこう関係作ることもあんまできないということなんですか？ない。自分から足運んで挨拶に行って、うん、ってことを多分しない限りは多分できないし、簡単に教えてくれないので、うん、難しいと思います。なるほどね。じゃあそこはまあ多分意図的に関係持たないようにしてるのかもしれないですね。あ、そうですね、それはあるかもしれないですね、うん、その点ね、お兄さん金沢屋なんかもう横はね聞いていいよって言ってくれるので、ね、惜しみなく教えてくれる金沢屋のネットワークはすごいですよね。そうですね。しかも本部が主催してる、ね、例えばその全国大会とか、はい、まあ、エリアミーティングとか、はい、あとまあ一部の加盟店さん集めたトップオーナー会とか、うんうん、まあ、いくつか本部主催のものもありはしますけど、はいはい、なんかオーナーさんの話で、そう、オーナーさん同士で会ってると思いますよ、はい、それはすごい多いと思います、ね、メンター制度って僕金沢に来て初めて知ったの、はい、まあ、そんなのも開業支援って全く本部から来ていただけるんですけども、次回にこの開業してるオーナーさんのところに行くっていう制度はなかったです。それは確かにね、金沢屋って特殊というか特殊ですね。メンター制度をやってるフランチャイズも、まあ、私が知る限りそんなに多分多くはないと思いますからね。本部主催しなくて加盟店さんが集まるのってどれぐらいの周期であるんですか？結構ありますよ。まあ、僕は今年だけでもどうなんですか、10回ぐらいはあるんじゃないですか、そういう集まりみたいな、まあ、メンターさんのとこ含めね、まあ、僕もそういうとこを、ね、求めて行っちゃうので、県外でも？あ、全然県外。これが沖縄行ったって言ってますもんね。そう、沖縄行ってその次の週に九州福岡行って、はい、その次の日に広島に行ってで翌々週に神奈川に行きました。それはオーナーさんの会いに？そうです、そうです。じゃあ広島にも仲いいというかそういうオーナーさんがいて？そうですね、マスモさん、はい、マスモさんですね、はい、なるほどね。あんまりそういうのもないでしょ。だって地元でやってるオーナー同士がつながらないフランチャイズもある中、そうですね、金沢屋はもうその県をまたいで、なんだったら九州まで行くってあんまないっすよね。ないですね。九州何店に会いに行ったんですか？川上さんだからグルメ店ですか？はい、グルメ店と
高川店。高川店、そうですね。あの人たちがすごいですからね、やっぱ。行って勉強しに行くんですか。僕の勉強です。これはもう僕が出ていくことによって、いろんな自分のやっぱその引き出しを増やしていくというか、その目的で行ってます。だってやっぱね、誰かを呼ぶっていう自分がいた方が早いじゃないですか。で、別にそれに対してそういうトップオーナーさんたちがダメだよとは絶対言わないのでね、金沢屋っていうのは。それはすごいなと思いますよ、本当に。惜しみなくそういうのを教えてくれるっていうのはね。だから多分成功しやすいんでしょうね。成功されてる方のところにこっちが行けば成功自分ができると思っちゃうから。そう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 。普通はね、教えたくないもんですけど、ね、そうそうそう、普通はそう教えてくれる。そういうの情報をね、教えてくれるっていうのは金沢屋ならではなのかなって。僕も別に他のね、フランチャイズを見たことはないのでわからないですけど、でもやっぱ聞くとね、やっぱ金沢屋ってそういうとこ素晴らしいんだなっていうのを感じますね。そこはやっぱ紀明さんなんかが一番わかりますよね。わ、ね、かりますね。金沢屋ってこう、あのメールでこう全国平均も出ますし、売り上げのトップとかも出ますけど、そういうのそのないんですよ。なのでね、そのやっぱり全然その取り組みは違うっていうのはわかりますね。うちもだから ある意味フランチャイズに加盟を、弊社自体も加盟をして運営してたりするので、フランチャイズ本部によっては売り上げをこう、加盟店さんのね、売り上げを開示してくれないところもあるんだなみたいな。うちなんか結構こんだけやってますよみたいなのファン開示しますけど、開示しないところも逆にあるんだなと思って、ね、フランチャイズの加盟店の立場になったら逆に分かることがあるんですけど、不満ですよね。でもどのぐらいみんな稼いでるのか分からないですからね。まあ何の意図があってね、その隠してるというか、開示してないのかっていうのはあるんでしょうけどね。でも金沢はその辺もオープンでね、だから目標は立てやすいと思うんですよ。自分はやっぱどのぐらいの稼ぎが欲しいのかとか、ね、個人事業主なのでね、一経営者なので収入を取れる上限っていうのはね、無制限なので、そこに対してじゃあ自分がいくら欲しいって目標を決めた時に、その方に教えてもらったらそういう風になるんだなっていうのは、やっぱ目標は立てやすいですよね。だそういう意図もあって我々こう開示をしている部分もあるんですけど、まあ確かにあの店舗があんだけやってるんだったらそこを目標にやろうぞとかね。そうそうそう、だってどうやってやってるのかって気になるじゃないですか。じゃあ聞きに行こうって。そうそうそうなんですよ。で、いいよって言ってくれるって。そうそうそうなんです。見ていいよって言われるんで、やっぱいいフランチャイズですね。いいフランチャイズ、いいフランチャイズ。私結構定義があって、例えばですけど、もうリペアを知人とか家族にが加盟したいって言われた時に進めますかっていうところなんですよね。いいフランチャイズだと、僕だったら多分進めると思うんですよ。いいよ、加盟していいと思うよって言えると思うんですけど、だからそういう部分で言うと、やっぱご兄弟でやってるって、普通はいや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 、やめとけよお前っていうこともあるじゃないですか。別にそういうのもなくですもんね。あの売り上げが立つっていうのは、まあ、自分が最初にやってね、感じたことなんで、やり方さえ間違えなければ、まあ、ちゃんとできるんだなって思いましたよね。そこはだから一ついいフランチャイズの条件になって、金沢はそれに当てはまるのかなってお二人を見てですよ、余計に思うところなのと、意外と全国見てもご兄弟っていないですよね。いないですね。兄弟加盟いないですよね。兄弟加盟はいないじゃないですか。親族加盟いますけどね。親族加盟はいますよね。兄弟加盟ってあんまないですよね。普通だったらお兄さんがやってるところに従業員で弟さんがいてね、そのパターンはよくありますけど、別で独立して同じ、ね、県内でやるっていうのは、やってるっていうのは本当レアパターンなので。でもね、お客さんに対してそれはすごくプラスなんです。あの僕が例えば営業に行った時に聞かれるじゃないですか、はい、全国とかね、そのどのぐらいあるのって聞かれた時に、いや全部で300店舗以上ありますよっていう話をするんですけど、まあ、その中でね、いや実はうちの弟がこの島だとかね、こっちのエリアでやってるんですって言うと、あ、そうなんだって言って、それが一つの信用になるっていうのがやっぱあるんですよね。安心感というか、お客さんに対して、それはすごく感じますね。やっぱあの兄弟でやってていいところってやっぱそういうところなのかなっていう、そんなに広くやってるんだっていうのが、お客さんからしてみると、ここに頼んだら大丈夫かなっていう一つの安心材料にはなってもらえる。確かにね、300、今もうね、50店舗、60店舗超えてきて、はい、こんだけありますよ、さらに弟もやってるんでって言ったら、違う人やってますよ、大丈夫ですね。なるほど、ここの自分のここのエリアが自分の担当地域なんでって言って。あとなんか仙台は、あれですよね、おじさんと甥っ子さんがやってたりとか、あとありますっけ、亀岡とかは。でも一つの店舗で親子でやってるっていう、それはいっぱいあると思うんですよ。例えばその一つの店舗の中で兄弟でやってるとか親子でやってるとかっていうのは身内を使ってるっていうのはあるとは思うんですけど、
いや お互い独立しているっていうのは多分いいところです。そうですよね。別々の店舗であんまりやんないですもんね。だからそこはなんか金沢がいいフランチャイズだなって言える一つのポイントかなとは思ってますけどね。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。